最後はやっぱり富永さんにお話を伺いたいと思います。ディレクターの富永です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか照れるね。あのこの2人でこう喋るっていうのはなかなか、そうね、初めてですよね。カメラの前とかだったらね。普段はもうものすごい、まあ、話しますが、改めてこうやって聞くのもなんかちょっと気持ち悪い感じもしますが。なんか恥ずかしいです。そうですね、非常に信じられないぐらい恥ずかしいです。でもやっぱりまあスタッフとして魅力を少しでもお伝えできたらってことでしょうね。そうですね、今回の DVD のと、まあまあ僕はディレクターとしては14年ゴリパラ作ってるんで、ボリューム10まで DVD が出るっていうことですけれども、はい、もう想像してましたかこれ。いや全く。ちょっとここまであのニーズがあるかあれなんですけども、この DVD を第1弾出すぞみたいな時って、はいはい、でどういう流れでこうなったんですか。もともとそういうソフトを作ろうみたいのがあったんですよね。まあでもそれは狙ってるというよりは夢物語の話で、宝くじ当たらんかなっていうのと一緒のぐらいのレベルで、こっちが体制を整えてとかっていう話じゃないんで、まあ実際やってみて、まあ、演者さんもめっちゃ一生懸命やってくれて出そうみたいな機運になってきて、はい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 、ただまあそれまで出したことないんで、まず出し方がわからない。DVD なんだそれのとこからですから、売れる根拠はって言われるわけですよ。商売としてそれだけのコストがかかるぞと、うん、本当に売れるっていう証拠は出せんのかお前らと。そうそうそう、それで、はい、まあ、当時は多分生駒さんだったと思うんですけど、生駒さんとずっと相談してて、まあ、生駒さんがやられるわけですよね。まあテレビ局の予算を使ってしか作れないから、で結局のところも上の方も認めていただいて、それこそ渡辺さん、あの事務所の方の協力も得て、そういう方が教えてくれて、あ、こうやるんだ。多分発売日か予約日がロケだったと思うんですよ、はあ、ロケの日の2日目かなんかだったと思うんですけど、予定枚数を大幅に超えてて、急遽追加発注しなきゃいけないみたいな話で、みんなめっちゃ喜んだ記憶があります。まあ、今回そのボリューム10、初心に帰ろうっていうテーマで、まあ特典映像ね、低予算でそのやってましたけども、最初は本当に低予算だったんですか。低予算でした、低予算でした。それにしてもこういったこのゴリパラスタイルっていうんですか、もうカメラマンもいないし、あ、全部そうなんです。お金がないから僕がカメラ回すし、カメラマンを雇う金額がない、ドライバーさんを雇う金額がないから演者に運転させるし、一番ミニマムでロケができるのはどういうことか、旅費に使えてっていうので始まったからダメなんですよ。どういうことですか。だからそれでできるんだっていうことになってしまったので、だから初めから予算がついてない番組なんで。なるほど、涙ぐましい苦労を、まあまあ苦労したのはリアルに言うと生駒さんだと思うんですけど、僕らは使っちゃってごめんなさいっていう話で、生駒さんにはもう頭が上がらないわけですね。そうですね、まあ、これだけキッズの皆さんに支えられて。そうですね、それはもうでも本当に DVD 出すきっかけになったのもキッズの皆さんのおかげだと思うんで、それこそ多分斉藤さんが言い出したグッズ、はいはいはい、ゴリパラグッズを作ってみようみたいなのを言い出して実際作ったんですよね。あ、そうか、今では当たり前にグッズが売られてるけど、その一番初めに出すってなった時にはまたちゃんと売れるのかみたいなのがあるわけですよね。そうですね、それももう生駒さんがガンガンやられてましたけど、その要は番組予算って番組を作るために使うわけじゃないですか。はいはい、それを勝手に商品を作って何儲けてんだみたいな話になるから、使う用途が違うと、なるほどなるほど、というルールがあるみたいで、めっちゃ弾いてましたよ。電卓とか
自分で簡易的な金庫買ってきてました。めっちゃなもん、言わないとこでいろいろあんだなと。歴史があるわけなんですね。で、生駒さんが実現してくれて用意した時に何百人って並んだんですよ。へえ、うん、そっからなんだろうな、コロって変わって僕のイメージはですね、イメージですよ、イメージです、あくまでイメージです。だからまあ結局きっかけを作ってくれたのはキッズさんだろうなって思う。今回最新作が出ますけど、もう出ますね。編集したのはトミさんということですけれども、そうですね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月かかんなかったかなぐらい。素材自体もこう長かったんですか、いつもよりは。素材が15時間ぐらいあったんで3時間ぐらいにまとまってからが長かったです、今回は。そっからが苦労しました。どの辺がやっぱりこう一番こう切れなかったその原因というか。切れなかったというよりも全部切れるんですよ。わかりますこれ。ドリパラ特有だと思うんですけど、今回ほとんど情報性がないから、当初の狙い通りに全くいかなかったので。あ、そうだったんですね。そりゃそうでしょ、だって当初の狙いは初心に帰らせたかったんですよ。思い出しました。そういう意味では本当に皆までは言えないですけど、これはどうなってるのかも、めっちゃ僕は巻き込まれたとしか今回は思ってないんで、すげえ僕はいろんな意味で恥ずかしい DVD になってる。富永さんはディレクターという立ち位置で参加すればいいだけなのに、もう明らかにそれ以上の負担それを編集しなきゃいけないっていう恥ずかしさがあるんですよね、僕は。特殊ですよね、うん、富永さんがこう、まあ、ゴリパラ全体でいうこの魅力みたいなものっていうのは どんなところにあるんですかね。じゃんけんなんですよね。じゃんけん、グーチョキパーなんですよ。だから面白いんですよ、多分一人一人個性が全然違うから。だから3人で協力しようってことほぼないじゃないですか。確かに3人はこうなんていうんですかね、こうダメージを与え合い争い合い、なんで人のせいにするんですかね。一緒に頑張っていこうって言えばいいのにっていつも僕は思うんですけど、誰かのせいにしないと生きていけないんでしょうね。でも人間って多分そうだから、で必死に手を抜かないじゃないですか、あの3人って。もう根はものすごく真面目だから、まあ、これ言うとちょっと営業妨害になるかもしれないですけど、根はね、ものすごく真面目だし優しい人たちだから。でも職業的には振り切ったものを求められる職業じゃないですか。それをすげえもがいてるというかのは、すげえあのリスペクトというか、なんかね、すげえ世界で生きてんなと思いますけど。まあすごい旅でしたね、あの旅は。その繋いでみて思ったのは、多分皆さんに人生の大切なお時間をいただくとは思うんですけど、もう全く多分役には立たないと思うんですよ、今回特に。ただ悩んでたり、そのへこんでたりした時に見たら、こいつらでもまだやってんだから大丈夫みたいな、生きる勇気をもらえる感じのものが出来上がったなとは思うんで。素敵ですね、でもそれは。いやでも当事者は素敵じゃないんですよ、僕も含めてですけど、まあいっかって思える映像なのかもしれないです。内容がメッセージ性があるとかそういうことじゃないけど、メッセージ性なんて全くないもん。企画すぐ潰れたんだからさ。ダメだよ。ついに10出すんですね。ホリプラ見聞録 DVD ボリューム10、今回からはブルーレイでもお楽しみいただけます。ただいま絶賛予約受付中、ぜひに。ホリプラプレゼンツセカンドラブ完売御礼、それに伴い配信チケット絶賛発売中。ゴリさんの勇姿をとくとご覧あれ。